よし、ちょっといいから、よし、会社あんま良くないから。あれ行ったらしいじゃん。はい、忘れてたじゃん。行った？めっちゃ面白かったでしょ、最後ね。すごかったよ。どうする？最初する。はい。今これ、パソコンとしてなんだっけ？なんだっけ？スタッフのチャレンジどれぐらいですか？いや、そのファイヤーぐらいしますよ。奥さん、おととい、おととい、めっちゃいい顔してるね。嬉しいです。え、いつぶり？手術から1ヶ月経ったってことで、あの MRI を取ってきました。そんなにあのどうこう変わってるっていう話ではないですけど、まあまあ、まあ、引き続きしっかりリハビリやっていくって感じですかね。これね、あの今日ね、住んでる方がね作ったんですよ。え、あの池田さんの方なんで、で、うちに来てくれて、で、こういうのがね、できた作ったから、プレゼントしてくれて。余裕で借りたかと思いました、俺。うん、だから、この間はお兄さんから2回目の注文が来て。僕っすか？うん。あ、マジっすか？うん。何も言ってなかった。来ますか？今日はコロンビア。うん。いただきます。で、じゃあ3つ。はい。別に病院の応援に行ったってもう行く月1ぐらいなんでしょ。あ、今行ってきました。あ、今行ってきて、別になんか特に変わったこととかないですか、うん、とりあえず経過を見るっていうか、うん、まあ見るって言っても全治癒のわけじゃないですか。あれ、まあまあそうですね、うん、時間が必要ですね、ある程度、うん、時間とコンディショニング的に戻していくって両方なんですけど、うん、戻しすぎたら負担がかかっちゃう。まあ最初は無理ですね、もうある程度こう時間をかけながらこう動かして柔軟性を作っていったりとか準備を高めて、まあ、まだまだ先の話ですけど、うんうん、まだ1ヶ月しか経ってない。はい、つきものなんでしょ、選手の選手の、まあ、そうですね、怪我する人ってまた怪我するじゃないですか、うん、なんか多いじゃないですか、うん、僕も今回早くなんかまた怪我したみたいな感じだと思うんですけど、うん、同じとこじゃないとこ怪我してるけど、うん、結局その繋がってる、あ、そうそう、体って全部繋がってるから、うんうん、その体のバランスが1個崩れたら、うん、治ってるようだけど、うん、体全体で見たらまだ良くなかったみたいな、そういう感じだと思います。
と。いただきます。先日お兄ちゃん家に行った時にバイクに乗らせてめんどくさいです。寒いな。よっ、おいつま先に気にするんだ。あ、ほんとだ。これはローサイドでマッチアップすることも多い赤とエウベル2人の個人スタッツをちょっと見たい。紅茶味だよ。美味しいですね。あの今いわき FC にいる平岡からいただきました。ありがとうございます。長野パルセイロで僕が3年目の時に18歳でルーキーで入ってきた選手、1年間一緒にプレーしました。今いわきでも活躍してると思うんですけど、もう結構メンバー外のことが多いシーズンだったので、一緒に結構メンバー外トレーニングしたりとか、紅白戦出れなくて横でボール回ししたりとか一緒にしてましたね。当時のコーチの江藤さんにこうバック走めっちゃこうスプリントみたいなのやったりとか、なんかサーキットみたいなのとか一緒にやったりして、一生懸命一緒にやってた選手ですね。めちゃめちゃ身体能力高くてすげえいい選手です。ありがとうございます。